行けるけどな。はい、パチパチ行こうか。おいし、まあ、ガソリンスタンドがどこにあるかわからへんっていうのがちょっとあれなんですけどね。まあ、これ通り容器あったよ。ありました。うん、これ前も行けたとこやな。ああ、あのようわからんガソリンスタンドとかっすね。あの通り四五軒やね、この通り。ほう、前行く。おいし、終了。たまにシリが変に起動するっすね。ヘイカルド、ミュージックオフ。たまにこう変にシリが起動して途切れてくっすね。うわー、よーコントロール変なのはずっとコントロールもんね。の多分どこでしたっけ、丸山千枚田行く道あるじゃないですか。うん、あれんところからトンネル抜けて、この前行ったあの奈良の、うん、あそこ抜けていけるらしいんですよ。手袋、どえら寒い。そらそらそうっすよ。どえら寒い、マジで。んーやこれ。そう。すんげー、いろんなとこから風入ってくる。あの手袋からこれにしたら、そら寒いと思うんですよ。すんごい寒い。初めからそれなら気にならんかもですけど。めちゃめちゃ風入ってくる。夏は良さそうですね。夏はいいよ。
事しとんな。ありますけど。怪しいとこ寄ろうかな。なんか早いけどこの先にはあれへんか、左側に。あったような気がしますよ。エレオスかなんかあったっすよね。ああ、まだこれまで多分ボスで行くわ。そういっす。あ、コスモ石油。ああ、あれエレオスなかったっけ。あったと思うっすよ。一回入れましたよね。行きん時、うん、多分それぐらい持ちそうなんやけどね。はい、過去最低新記録塗り替えたらこんな高さ負けたらお前143キロで塗り替えたわマジかお前高速200で走ってるのと一緒ぐらいのレベルで塗り替えるやろな。お前そんだけバカバカ開けとったってことっすよね。おー、まあ規模高速やったしな。まあまあまあ。マジかー。早っ。あ、あったあった。あった。ね、燃費悪っ。なあ。まあどんだけ入るか知らんけどな。まあ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 もうこういうと本に入りなんでな。うん、しっかりおい、いらへん気ありやん。高いんやな、こっちは。高い147円ですか。飛ばと変わらへんけど飛ば高いで。松坂130ちょっとっすね。あ、そうなの。はい、40いかんすよ。安いね。半分ですね。お前、はい、おかしいな、恭平。え？
ってないってことっす？うん、道と一緒だけ入れて1リットやでな。えらい少なないっす。17ぐらいかなリッターだ、リッターな。ああ、普通悪ないな。
ですね、お前大丈夫です、白線越えてないんで大丈夫です。ガツガツにパトカーおるやん。お面白いなお前。だんだんパトカーおったな、どんどんおったっすね、出てきたっすね。ちょっとそれは予想外でしたね。おるお前、いつか後ろやお前。あーちょっとこれはきついな。どかへんぞこれ。それどかへんねんこれ。え、これはダメや、笑ってまうねん。正直なのは取らないから、回るよ。ただ俺こちゃっとしようでな。はい、いやなかなか取れ高高めっすね。おお、今だとなかなかおもろかった。工事中よりパトカー出てくるわ。海が綺麗ですね。あんま寄ってくとお前信号変わったら降りてくるよ。ちょっとちょっとって言われる。ちょっとちょっと現行。現行犯ちゃうねん。知らんって言ったら。はい。曲がってっけさえもないもんな。ないっすね。どこまで行くんかな。おお、はい、熊田警察やで。どこまで熊田、うん、だ多分その新宮までやと思う。もうちょい先までやと思うけど。はい、ああ熊って書いてあるっすね。え、熊って多分書いてあるっすかね。あー、いや、紀州か。紀州っぽいっすね。ああ紀州やったあかん。さっきもう流れてくんじゃんか。はい、ちょっと黙ったりしない。ちょっとこうちょっとしばらく見える消えるまでは。じゃああいつはたまに昼まで粘っとるな。こともうこの時間で昼まで粘るでお前。間違いねえよ。ですかね。何しとんのって声かけに行ったんすかね。あ、多分昼までの時間稼ぎやな。
あちょっとここらで一発しゃべっといたらもう戻ったら昼ちゃうみたいな。いやマジマジそんなもんや。やらしい。何でやらしいでも。あーもういいや。なんとかなるといいんですけどね。え？ここの信号混むとこだけ。ああ、この前見せたな。ちょっとあんまり行き過ぎるとまだあるかもしれますからね。うん、見ないちょっと怖いですかね、それだけ。もうあれ、そうなったらお前もう全パワーを出せる。見たことないぐらいの本気でお前。そうですね、この和歌山か、和歌山、今やったら和歌山なんで三重まで逃げればなんとか。いやすぐちぎれるけどな、大体。これな、あれどこだって、こっからまだだいぶあったっけ、そんなことなかったっけ、あれこっからこっからやったらそんなないんちゃうんす、あ、じゃあ速度か、そんなになかったっけ、これは目先やったっけ。いや、こっからなんかなんすか、なんやら岩んとこ越えてやもんな。はい、端く岩かん、こっからなんかもう一回その下の一回漁師の道を通るか上を通るかずーて言うて、ああ言うとったとこ抜けてからっすかね。ああそうやな、ね、ここだけどうするかっすよね、この後。え、混むとこか、どういうこと。この後結局前行った時もなんていうんすかね、上の一本道通ってくか。あ、上でええんちゃう、もうこの前下行ってやったって。はいはいはい。じゃあこの前はあれや、飯食いに行ったもんやから、クジラ。あー、クジラ食いに行くに下から行っただけでさ。はい、上でええんちゃう、上中の方のあのバイパスで。はいはいはい。お、おるおるおる、来た来た来た。
いや、僕はもう善良なドライバーなんで。めっちゃ見とったよね。めっちゃ見るやん。めっちゃ見るやん。かっこええやろ、俺。いやいや、悪役臭がプンプンしとったんだ。ギャング感が半端ないですよ、やっぱ。今日のこの方、おとなしめやで大丈夫や。いや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 。全然や、お前。もうなんか、カマキリみたいな頭しやろ、お前。いやでも横のあのステッカーがこうちょっとやっぱり、あ、いや超完璧や、うよめっちゃ見てましたからね。もうじゃあ絶対早く今から帰ってもいいしやばい。ああ、今日もよう働いてないぐらいのもんや、うん、この前はあれナスやもんで今度たんかな。どうなんすかね。流れとるもんな、別にな。まだ多少ね。うん。全然早いですね。コンビニ出てから20分。風もあったかなってきましたね。うん、やっぱ南あったかいじゃん。あったかいっすね。タワーなんで、これを降りてったよ。これを降りて、那智勝浦に行ったんですね。なあ、変わってたもんな。これ、まっすぐやな。
ト18のリア25っすね。2.0 からまあ両方 2.2 ってとこっすね。空気圧は下げてか。はい、今 2.2 だ。今 2.2 っす。フロントは 2.2 でリアがバグっとるっす。だってヤマ走っとんすよね、ジムニーで。あ、走るよ。どういうとこ走っとんすあれ。ポーターランド、トマの。あー、ポーターランド。はいはいはい。あ、めっちゃことねーか。ないっすね。あー、多分単純なモトクロスしか無理だよ。あー、全然こんなんじゃ無理。いや、こんなんでは行くつもりないですけど、もしあのエンデューロとか買ったら。だけど、今日たぶん 50cc か 125 までの需要のボランド。あ、マジっすか。俺、多分俺でも用のボラン。あ、きついんす、だいぶ。1段目がさ、はい、道から上がっていく1段目もいきなり交差点があるんやけどさ。はいはいはい。ものすごい岩だらけなの、でっかい。おー、まあ、待って、俺前行った時はトライアルやったやつやね。はいはい。トライアルやったら、なんとかまあちょっとこかしたったりしたけど、上がったんやけどさ。ジムニーが上がるんだ。はいはい。あいつやと、それが一等時はこのなんかあんまり雨で侵食されてなかったもんね。ああ。今もうすごいやばいみたいな。あ、違う海から行くやったらええけど、多分ちっちゃいモトクロスはおもろいやん。おお。道はめっちゃでかいんやけど、多分弱圧側やん。ああ、はいはい。悪すぎて。はい。ハードエンデューロみたいな感じ。あはそんなに。そんなにあれとんすね。もうガンガンコケとワダチとはいはいザリとかザリが土砂崩れとかあっとってさ。おー、普通のなんかお前でも競技を昔は違ったんだ。この土もちゃんとしょってさ。はい。もう今はもう誰も管理してないもんね。もう4つやわやしていくもんで、ね、ワダチはつかないんで。あーで走れるっちゃ走れるけど、この何言うんかな、もう多分プロのレーサーぐらいしか無理ちゃうから、ね、プロレーサーがついてるんだ。はいはい、ハードエンデューロなんですね、じゃあもう完全に。そうそうそう、もう感じになっちゃうから、もうフロントアップしてから上がらない無理みたいな。ああ。でトライアルでそうやったらな。はいはい。もう何回かこう頑張ってさ。はい。まあさ、結構落ちてくるのは簡単だけど。はい。なんか登ってかへんのかな、あれ水が持ってええもんでさ。はい。もうそれで弱がらんかったら、もう上上がらへんと、上ちょっと上がってけへんのか。はいはい。85ぐらいのおもろいんちゃうか。あ、上がってしまえば上がおもろいよ。あ、そうなんすか。うん、いや、上がるまでがいないんだけどな。はいはい。上がってしまったら全然なんだ。いや、ちっこいの買っても一緒に行くんやったら車にタンク積んでってもらったら楽やなっていう。おお、いやな、まあ、何やろな、この遊ぼうと思ったら、あの R 展望台のモーターランドは100以上がでかいです。ああ、もし上がれたら、はい、あの全然おもろいよ。おもろいけど、やっぱモーターは結構こうコースがでかいんやけど、はい、ラスターがすごいんだ。おお、はい。ちっちゃいから全然余裕やもんな。ああ。あんなんでだってもう買ってもこう一人で行くと何かあった時がまずいじゃないですか。それな。それだけなんすよね。まあさ、林道くらいやったらいいけどさ。はい。ああいう系はもうね、コピって骨折したらシャレなんだ。シャレななんすよね。バイクを放置していかなあかんですし。
はい。どうなら、どうやら結構人がいるけど、ガンガンも出てくるから。ああ。サイドボールだったみたいな、それを言った。はいはいはい。その時にこの、なんていうかな、ナヒトリアのサーブ言わない。うん。別に置いては取れるんやけど。はい。これ、パスで下手くそな。ああ。車はもう本当に結構止めてから全然、道がないもんです。はい。200万か300万ぐらい。え、トンネルの右側のこの斜面とさ、はいはいはい、これ岩が混ざっとるみたいな、でっかい完全にハードエンデロスね。そう、全然モトクロスとかではない。モトクロスではないですね。かといってトライアルこの岩山でもないもん。はいはいはい、ちょっと砂山的な感じなんですね。はいはい、こんなもんす？これの大きな岩ぐらい？そうやな。あれがね、土混ざっとる。あー、もっと土混ざりなんですね。あー、はい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 、見えとるとこにあるってことになるやつだな。あー、中に寝とってスタって切るみたいな。そう、ほんでこの土やとスリップするもんとか。はい、それでこの、なんていうの、一箇所だけ飛んでとる角でやったりとか。あー、でも、切るとかもんなんかないんやけど。はい、あ、もう終点か、早いな。でもこっち撮る方が全然良さそうっすね。そう、絶対涼しい。絶対涼しい。あー、その方が良さそうっすね。荷物も入りますし。そう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 。あとはドル乗っ取りやすもんね。
はい、まあ、ちょっとそれは僕らに伝わらないわな。まあまあまあ間違いなくね、ミッチーのかどうかなっていうぐらいかな。はい、あ、左っすね、42号、太一の方なんで。23号ってどこ行くかな、これ。どっちなんすかね。あのベンチはね、遠いとこも行ってみてるのかな。あー、もう全く関係のない。そうそう、もはやでも行ったことねぐらい。はいはいはい、まあそうですね、アドベンチャーとかじゃないと。あ、こんなとこ走りたいんですよ、俺アドベンチャーで。やっぱり俺が欲しいあの KTM のブロックタイヤなんやって。そうですね、完全に。あのなんかわけわからない S モードとかいらんねんって。はい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 、ブロックタイヤの21インチが欲しい。完全にアドベンチャーですね。え、完全にあの未開拓地ですね、アドベンチャーですね、ほんまのアドベンチャーですね。そうそう、ほらもんでさ、神谷とか見らんでさ。いや、ほんでマルチパーパスのちょっとエタイヤがもしあったとして、やったらもうちょっと長さが走れるんちゃうかなみたいな。あー、お、なんや、また俺やつ、鳥やん。え、右側に鳥がおる。マジか、あ、ほんとや、おる。出てくるな。しかもこっち側やもん。弱しないやつやし。701とかでもええんやけどな。うん、攻めたるやろ。攻めたるっすよね、あれは。ああ、ほんでさ、こう、なんていうの、理由で高速とか多分さ、出るけど、そんなのちょっと破れてくてさ。ああ、いや、1時間どんだけぐらいしか出せへんねな、巡航で。あ、そうなんす、701って。701ちょっとあの辺の車、ま、690のエンジンやでまだマシやけど、ほんでも150とかで1時間ぶっ壊れてくれ。あー、オイル食うてく。はい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 、もうそういう設計になると思うんですよ。あれ1時間150キロ走ったらだってもうすごい距離走っとるでさ。あ、まあそうっすよね。もうだってレースなんてな、40キロも走らへんでさ。そう考えると、なんちゅうの、林道とか行くんならええけど、はい、どっか行こうもだ無理やん。そうっすね。うん、たもんでな、あんまりあれかなみたいな。あー、アドベンチャーかな、アドベンチャー。アドベンチャーなら余裕じゃんす、アドベンチャーで。え、コーナーやで。あ、コーナー。直線は出るよ、290ぐらい出るじゃん。 あ、そんな出るんす、あれって。ああ、170馬力あるじゃん。なので、スーパービュークと一緒のエンジンやでさ。あ、はい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 。速いよ、速いよ、別に速いやったね。あれ、コーナーやな、200ぐらいで曲がったらええけどな。あれで200で曲がってきたら大概あれっすけど。いや、サーキット走ったら見たらさ、ブロックタイヤでも220ぐらいで曲がってんの。あ、そうなんす。最後こけたけどな。あお。だけど最後こけたのは多分タイヤとかじゃないんかな。あ、はいはい、スリップダウンションやん。おお、だよな。ええ感じですね。もうこの辺からっすもんね。もう着くやな。もうちょっと行ったら着くっすよ。2時間早いっすね。2時間余裕やな。余裕っすね。ペース早かったな、途中。多分この前
からね。この辺もな、オランダら楽しいんやろうけどな。あれちゃんとバンズになっとるおもろい。はい。この辺から逆バンズ。バーベキュー台置いてある。え？え？あの岬の先にあの貝とか焼く用のちっこいバーベキューの台が置いてある。綺麗やな。せやな、アドベンチャーやったらハスクバーナーも欲しいんやけどな。あー、多分なんか見とったら2021年ぐらいに出るんちゃうんかみたいなさ。あー、ノーデンすか。あー、901。あー、あれ多分新型の890のエンジンやね。早いと思うんやけどな。そうっすね、890エンジンですね、あれ。そう、今欲しいんかな、テメレがあるねんって。あー、で、なんかフルサイズかね、やつ。はい。だけど、フルサイズはめっちゃかっこよかったもんさ。そうなんかな、もうむちゃくちゃすんのやったら700クラスで入るの、901かさ。はい。あれやったらこう、ドリフトしてもできるんちゃうかな。ドリフト。いや、あんたちょっとグリップじゃ曲がらへんな。あー、まあまあまあ。絶対無理やでな、あんなもん。それすごい、ケネルとかでもお前、あの砂利の上160キロぐらいで走ってんだよ、お前。え、あれそんな速度で走ってます？めっちゃくちゃかっこよかったよ、ね、オンと耐えたら無理やでさ。で、道もなんかスウェーデンかどっかの方の左のユーピンもさ、はいはいはい、めちゃめちゃケツ踏んでから走ったっけ。いや、俺なんかもうそんなんでいいかな、みたいな。もうなあ、毎回毎回道走っ、まあ今はめっちゃ走っとるけど、はいはいはい、もうちょっと一人で山とか行ったのかなとかなったら、はい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 、いや、別に鳥羽さんだったりしても、こんなタイヤで行ったらもうすぐやられるね。こんなん、まあ、なん、まあ、走りやすからね。もうそろそろタイヤが来てきたで、次、なんか腕でなんとかならんかな。
抜けるとあれですよね、海っすよね。あーそうそうそう、この辺り。火を引き終わって上がってきとるとこなんですね、これ。バイクいつぐらいに来るんす？じゃあもう16日ぐらいに来るよ。あ、もう来るんすね。免許も受かる予定やね。ほほほほ。カーブで出るけど直線で続くんじゃん。170馬力ぐらいあるね。えっくる。言うてな、言うてちっちゃいしな、バイクも。あダメだ、ここはええやん。すげえっすね。おほー、干潟で。この辺はだからね、いろいろあるっすもんね。道も楽しいですしね。ちょうどこれ、ひじき口だな。あ、あそこっすね。あ、あれやな。あ、釣りしとる。これそんなの止まっとくの全部そうやろ、これ。はい。磯も、これ、磯も拾とんじゃん。拾とるっすね、アラメ。あれ、あの場じゃん、完全にそうっすよ。アラメっていうか、磯もんちゃうか、多分。はいはいはい。結構な人、いろんな本を拾っとるすもんね。干潟は干潟でおもろそうっすけどね、いろんなもん取れそうで。けどね、あんだけの距離で歩いてきて。もうバケツ持っとる。あー、なんかいっぱい入っとるな。もう絶対磯もんやわ、磯もんがガメやな。あー、はい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 、一緒の時やな、あれガゼも。うん、警察止めてんの。え、
ジですか。あ、京平ここをさ、この手前こっからさ、これはい、あ、ぶこれから降りていくとあれずっと行けんねやな。ああ、あの、あそこ多分広場みたいになってんねん。はい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 、ちょっと一回この辺入ります。うん、これミッションちゃん、ほんで、え、そうなんですか。あ、ほんとや、なんかあ、ただパノラマ、ん、喫茶店やな。ああ、ガイドマップある。だから林さんが言うとったとこ多分。あ、そうか。なんか、うん、書いてある、そこに海水浴場で。うーん、すごいのあるだけど。ちょ、冷える。これでもコンビニ行かな、トイレとかないんやな。俺も行きてんねんて。この先違ったコンビニ。コンビニまでとりあえず行きます。うん、一旦行こうか。ローソンがあったっちゃう。あったっす、あったっす。そこにも書いてあるっすよ、なんか。ちょっと寒い。今は暖かいですけど。ぶっ飛ばさへんだらそれなりやわ。あーはーはー、あれですか、タイヤ。飛ばすともう一撃で終わってるから、これはっついてるもん、石がな。だってタイヤめっちゃカラフルになっとるっすよ。そうやろ、マジョラカラーやろ。バイザー開けるとクッソ綺麗。やべ、あ、でもここも広場あるんやな。でもええもんな。ここでもええですよね。それっすよね、今だから完全引いとる状態じゃないですか、今。まあ、普通に考えたら、この草が生えてるとこら辺まで来るんやろけどね。あとはついとるっすからね。まあ、本人、毎度毎度深いだけやねん、やるけどさ。はい。まあでも、この堤防が浸かるってことはないから、その辺ぐらいちゃうんす。ああ、ええ、あとついとるわ。堤防から1メートルぐらい下っすね。圧倒的には、あの富士壺ついとんのもそれぐらいですもんね、横の。あ、ここか。コンビニも超近いやん。近い、超近い。